はい、ファイティアオチャンネルママでーす。今日はちょっと何これです。はい、こちらネイチャーハイクのインディアンハンガーみたいなもんです。キャンプ始めた頃に誰かのやつ見てかっこいいなって憧れて買ったんですけど、全然使ってなかったんですよね。はい、じゃあちょっと一回広げます。なんかこう買ってみたもののなんか使う機会がないから持っていくことすらもやめたみたいな。でもやっぱ使わんともったいないかなってずっと思ってたところがあって、で奈良キャンプ市でここの上に乗せる台もちょっとかっこいいの買ったんで、それが、はい、こちら、じゃーん、めっちゃかっこいい板天板的なもんです。でもこれがかっこよすぎて奈良キャンプ市でゲットしました。はい、こちらバースズ、バースズっていうガレージブランド、めっちゃかっこいいのいろいろあって、その時に2つ買ってしまってますそのうちの1個です。じゃあちょっとこちら実際につけてみます。つけた感じがこんな高さ、ちょっと高いでしょ。もうだって立ち食いそばやもんねこれもしこう椅子に座ってしまうともう生首やんねこれはちょっと高いかなと思って高さ変えたいと思います。こういうのってショックコードで引っ張ってるだけなんで、一本こう抜いてコードいい長さに切って、でまた結んで止めるだけで高さが変えれるそうなんで、ちょっとやってみます。はい足の部分のここです。これを結構長い、はい、出てきました。これはめてるだけなんで、ここを取って、はい、これを抜いてゴム押さえながらね、はい、一本抜きました。でこんな感じで余った部分を切っていい長さで結んで、またこれを止める。ちょっと一回やってみます。はい、はい、ちょっと できました簡単。はい、じゃあこれをあと3箇所やっていきます。すごいよな、ものづくりする人ってやっぱり構造をさちゃんと見て、こうなってるからこうしたらいいんじゃねとか言ってアイデアがすごい浮かんでくるわけやん。すごいよな。できました。これが抜いた4本です。早速つけてみましょう、ね、はい、立ってるとこの位置です。だいぶ低くなりました。ここからここで座ったらこんな感じ。どうですか、ちょうどいいやろ座ってもちょうどいい。例えばこんなん置いたりして、こんなん置いてみたらやばいでしょ。こんなん置いたりして、これも実はバースのカバー、ゴールゼロのカバーです。めっちゃ可愛くないですか。どうよこれ、やばない。下からだとこんな感じ、どうですか、映えてますか。近くから撮るとこんな感じ。ただのこのね、ぶら下げるだけのハンガーがこの天板乗せることによって上にも乗せれる、ここにもかけれる。やばいなこれは。まだこの天板を買うことによってこの眠ってたギアが生き返って、ちょっと
手を加えることで全然違うギアに生まれ変わりました。また一つ楽しみが増えちゃいましたね。そういう楽しみ方もこれからどんどんしていきたいし発信していこうと思います。まあ、今回このハンガーでこういうカスタマイズしたんですけど、なんか違うものでこんなんもできるよとかこんなんも楽しいよっていうのがあったらまたコメント欄で教えてください。どんどんやっていきたいと思います。では今回の動画はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ではまた会う日まで、バイバーイ。バイティアオチャンネルママでした。バイバイ。